明けましておめでとうございます。白石市長の山田雄一です。いよいよ本日から白石市が令和6年のスタートを切りました。まず1月1日に能登半島を震源とする巨大地震におきまして、お亡くなりになられた皆様に心からお悔やみ申し上げますとともに、被災をされたすべての皆様に心からお見舞いを申し上げます。また被災地の皆様の一日も早い復旧、生活の再建を心から祈願するものでございます。東日本大震災では本州をはじめ東北の皆様が物心両面にわたり、全国の皆様から温かいご支援を賜りました。白石市といたしましても、被災地の皆様の一日も早い生活再建のため、できる限りの支援をさせていただきたいと考えております。さて、本市は市政施行70周年の節目の年を迎えます。本年が白石市発展のために大きな一年となることを、市民の皆様と一緒に期待をし、またこの一年、そのような大きな成果を出していきたいと考えております。どうか本一年が市民の皆様にとりまして健やかで、そして幸大きい一年となりますことを心からご祈念申し上げ、年頭の挨拶とさせていただきます。皆様、本年もどうぞよろしくお願いいたします。